何のつもりなの。お前からキュービを引き出し木の葉を潰す。さあ出てこいキュービ。相手は俺だ。そして終わった。飛んだか。早いな。さすがは先生。だが今は俺の方が早い。逃がしはしない。お前は何者だ。なぜ木の葉を狙う。俺のことを聞いてどうなる。お前らはもう間もなく終わるというのに、すでに希望などお前らにはない。早めに奴を仕留めなくては。お前を相手にそれができるとでも思うのか。受け取るがいい。なぜこの葉を狙う。言うなら気まぐれであり、計画でもあり、戦争のためでもあり、平和のためでもある。こいつ一体何を。忍びの力は何をなそうとしているか、その意志の強さで変わる。わかるか。お前と俺とでは意志の強さが段違いなのだ。お前は何もかも遅すぎる。どういうことだ。わかる必要はない。どうせ何も知らぬままお前は散るのだからな。当たれ。受け取るがいい。それ受け取るがいい。はぁ遅い。今だ。すまない。どうした四代目。お前の力はこの程度。里が気になるか、それとも子供が気になるか。いずれにせよ戦いに集中できないお前はここで死ぬ。
雷神二の段だよ。さすが四代目火影、この俺に手傷をくれるとはな。だがいずれ物事は俺の思うがままに流れることとなる。俺はこの世を滑るもの、やりようはいくらでもある。九尾野放しのまま出てきちゃったけど、いいの？今回の一件で木ノ葉に壊滅的なダメージを与えられた。しばらくは地里の復興に目が向けられるはず。なるほど、その間に動くというわけか。月の目計画をなすにはいろいろと準備がいる。大国の注意はそらしておくに限る。行くぞ。この世界は真っ暗だ、水野先生。こんなとこ、こんな世界は。どうでもいいんだよ。本当にオビトなのか？生きていたならなぜ今まで。俺が生きていたかどうかなんてのはどうでもいいことだ。しかしそうだな、なぜかとあえて問うなら、お前がリンを見殺しにしたからだろうな。俺はこっちは楽しそうだな、オビト。やつは？うちはまだだ。ずいぶんと遅かったな。久方ぶりの運動だったのでな。鳴らすまで少々時間がかかった。ま、それも終わったがな。てめえはばあちゃんたちと戦っていたはずだ。それなのに。なんで聞こえなかったのか。それも終わったと言っただろう。まさか。てめえ。そいつは返す。あんたのものだ。死んでたやつが引っかけます。九尾と八尾は俺が取る。お前は他の二人を相手しろ。一人の犠牲で済むのなら悪い話ではないはず。お前は英雄なんだろう。うるせえ。お前の口
口車には乗らねえ。なるほど、今のお前はおかげすら超える力を持っているようだな。だが柱間に比べれば脆弱そのもの。俺を相手にするにはまだ足りん。マダラは超強い。少しの気も抜くんじゃねえぞナルト。分かってる。この感じ、惑星螺旋手裏剣。それでも俺には届かん。お前は柱まではないからな。わけわかんねえこと言ってんだね。勝利つかむぜ力づく。これで戦争終結近づく。やはりただの人中力ではないか。カカシ、動きが鈍いぞ。なぜだ、なぜマダラのようなやつと。もう口を閉じたらどうだ。口先だけのクズは。リンが関係しているのか。俺はお前との約束を守れなかった。そう、俺はクズだ。だがお前は木ノ葉の英雄だ。お前までそうなる必要はないだろう。これが現実だ。託した側も託された側も、この世界で生きながらえた忍びは皆クズになる。俺たちがいい例だ、カカシ。この世界のクズを生む輪からは皆逃れることはできない。だから俺はこの世界を作り変える。おめえらナルト影分身か。おめえらムカつきすぎて文句が思いつかねえ。だから代わりに俺のことを一つ教えとく。俺はクズじゃねえ。この先クズにもならねえ。俺はさせねえ。俺の仲間は絶対殺させやしねえ。俺の仲間は絶対に殺させやしないよ。すまん、ナルト。オビトの言葉をお前に教えた俺が、また。ブレるところだった。オビト、かつてのお前の意志は、今でも、俺の隣にいる。今の俺にできることは、今のナルトを守ることだ。行くぞガイ、ナルト。俺たちでオビトを倒す。先のために。おっす。おう。人にとって無害になるだろう。俺たちはそれを排除するだけだ。行ってみろ。ナルト、向こうの方は大丈夫なのか。マダラは強い。でもなんとか B のおっちゃんと二人で止めてる。なら、さっさとオビトを殺して向こうの火星に行かなきゃな。早く呼ぶんだ。本気で行く。シャリンガンを使いこなせるようになったな。ただし、所詮借り物の命。
メッキが剥がれるのも時間の問題だ。分かっているぞ。この戦いが終わるまで待ってくれればそれでいい。今度ははっきり分かんぜ。てめえの手で十尾は復活させねえよ。すぐにぶっ飛ばしてやる。このまま追い詰める。あれは復活する前にチリジリに吹き飛ばす。あ、撃て。よっしゃ、終わったのか。この世界がな。うわ、なんだ、あれは。もしかして。ああ、あれが十尾